ウクライナの政治家何やってるんだよって話ですよね言葉悪いですけどにに値すすするるるってやつででね日本のの防衛の決め手になる可能性あるんですよ、ね、1994年ロシアアメリカイギリスがウクライナに対して全部も核持ってるウクライナが持ってる今核を全部ロシアに渡してくださいよとウクライナにも核不拡散条約に加盟してくださいよと言って。 その代わり、あのみんながウクライナに侵攻しない、ウクライナを侵略しない。<laughs> 万が一、ウクライナに侵略してくるところがあったら、我々は助けますから。という、まあ、ブダペスト覚書。っていうの。書いたんですね。でも、これは、実は、その国際法上は法的拘束力がない。覚書なんですよね。はい。国際条約じゃないんですよね。 でこれオクライナの政治家何やっっててるんだよよ話ですよねこの時にですよロシアイギリスアメリカとの間で条約を結んでいやいやうちはもう大事な核を全部ロシアに渡すんですからうちは丸裸になりますよとだったらもううちを侵略しないとでどっかが侵略してきたら守ってくれるとそういう条約を結びましょうよとなぜ言わなかったんですかね 細かい経緯まだ知らないんですけどこ,こう言ったら怒られますけど弁護士ならとんでもない弁護過去ですよ。弁護士がこんな和解したらですねお前何や何してくれてんだこらと。こんな法,法的拘束力もないわけの分かんない覚え書きだけ結んできやがってと。自分のところの財産全部取られたじゃないか取られちゃったじゃないかと、えー。って話になるんですよ。弁護士ならもう本当にもう懲戒もんですよこんな。 依頼者を守れない少なくとも莫大な損害賠償請求を受けますよでそれがウクライナという国は覚書で済ませて日本の日本国憲法の全文と一緒ですよね平和を愛する諸国民の真偽を信頼してというのが、まあ、当時のウクライナの心境でしょう1994年しかしですね1994年といえばこれさまざまな国際紛争が起こっている最中じゃないですか。 そういう時にそんな甘っちょろい発想でブダペスト覚え書き言葉悪いですけど「万死に値する」ってやつですねこの時にこれをリードしたウクライナの政治家はウクライナの国民に対して責任負えないでですねこういうふうに言うといやいやそんな国際条約を結んだって破られるだろうと。 特にロシアなんてそんなもう条約なんか結んだって一つ目はもうロシアが条約守ったなんて話聞いたことないぞ過去っていう人もいるでしょういやいやいやロシアだけならそうでしょう確かにロシアは旧ソ連の時代も含めて国際的な公的拘束力のある約束を守ったの話は聞いたことないむしろ破ったことばっかりでもアメリカイギリスはこれ。 仮にも条約となればこれはほぼ必ずその守ると,と思われるんですよ。でですね実際に守る守るるるかかどうかはまた別問題とと思われていることが重要なんですよそういう条約が本当に結ばれていればロシアがウクライナを攻撃しようとした時にいやいや待てよこれやとイギリスもアメリカもウクライナと条約結んでいるなと他国に侵略されたら守るって話になってんぞと。 これアメリカやばいとさすがにこれやばいとこれできないという話になるんですよ。それが大事なんですよ、ね。はいだからロシアから見るとああ覚えだから別に守る必要もないといってやすやすと侵攻されるそんな悲劇を生んだのはまさに1994年のウクライナの政治家の責任なんですよね。でも同じことが日本で起きないとも関係ない。 ですよね、せっかく日米安保条約これは吉田茂がサンフランシスコ講和条約の時に締結してきてその後岸信介が、えー、安保条約のの改定をしましまたよねでその時に実は多くのね、まあ、ソ連の工作員などによって洗脳された日本のアホな学生がですね何十万人とデモをして「安保反対安保反対」ってやったわけですけど。 実はその時に岸さんのあ安,保安保条約の改正でもってアメリカは、えー、日本に勝手に基地を作れなくなったばかりか、えー、日本を守る義務が生じたんですよね、はい、そういう、まあ、先人の努力でもって安保条約は今もありますけれどもしかし今ここで安倍さんが提案した核シェアリング これは日本の防衛の決め手になる可能性あるんですよ少なくとも50年100年先を見越した時に日本の防衛の決め手鍵になる可能性があるそれを議論すらしないと言ってる政治家の皆さんは実は1994年のこのウクライナのブタベスト覚書だけでいいんだと考えたウクライナの政治家と全く同じ過ちを犯すそういう可能性があります はい。くレンタルとかってそれはまさにあの持たず作らず持ち込ませずこのレンタルも持たずに反するって言う出すでしょうね多分おそらく。もちろん持ち込ませずにも反するというでしょうし。 結局のところ比較三原則がネックになってできないっていうことなんでしょうね。でただあのアメリカはおそらくですねシェアリングまでなったら議論の余地はあるんですけど日本との関係でレンタルとなるとこれ日本一回レンタルしてきたものはアメリカの管理下にないっていうことになるじゃないですか完全にそうするとアメリカはそら行かんっていうことになりやすいのかなと,と僕は思います。これアメリカっていうのはあのご存知の通り 太平洋戦争で日本に原爆を2つ落としましまたこれ全く落とす必要のなかった原爆なんですけどねでそのことによって日本に、まあ、広島と長崎に甚大な被害、まあ、残虐なあの結果をもたらしたそれはもう分かっててやったんですけどこれについて実はアメリカは内心大変な罪悪感を持っていて内心ですよ表には言わないです。でそれを持ってるがゆえに日本からの報復も長いこと恐れています。 あの日本人は変わったから、もういいやなんて、そんな甘い国民じゃないです。アメリカっていうのはね。自分がしたことの恐ろしさ、自分のしたことの犯罪性、よく分かってますから。それは縫わないです。いつか日本に報告されたら困ると。それはもう潜在意識の中に必ずあるはずなんで。なので、レンタルと言ったら、やめますと。それはや、それはノーって言うだろうと、僕は思ってますよね。やっぱり自分のしたことが大きすぎて、オッケーとは言わないと、僕は思ってますけどね。 はい、ロシアが核戦、核をちらつかせることで、はい、いろんな国が積極的に介入、ウクライナに対してできないっていう状況なのかなっていう中で、はい、核を持ってない日本って危なくないかなと、岸田総理はまあ議論すらしないとおっしゃってるので、うんはい、これって議論をするには総理の許可は絶対必要なんですかそれ議論には総理の許,許可は全く必要ないです。うん、はい ただ事実上ねあの自民党総裁で自民党は日本の最大与党ですからあので岸田さんに逆らうと自民党員で例えば次に大臣になろうとしてる人間はなりにくいですよね岸田さんを追い落とさないと。でもちろん内閣総理大臣なんであの議論をリードする立場にありますから、まあ、一番影響力があるんですね日本で。 少なくとも見てるる限り一番影響力あるんでしょやっぱりそれ大だから実際上の影響力は大きいですよねでだからこそアホなマスコミは岸田さんの,その支持率が下がらないように岸田さんのよいしょの報道を続けますよねもしかしたら岸田さんもそれは分かってんじゃないかという気もしますがねマスコミ報道に携わっている人たちっていうのは意識してるかしてないかは別として。 日本,とい,うもの日本という国家の弱体化これが正義だと思ってますからそう考えないとつじつまが合わないことばっかりですからね彼らの行動は。だから岸田さんのようなその日本の弱体化につながるものについては批判しないという、うん、朝日新聞にしても毎日新聞にしてもその系列のテレビ局にしても報道に携わっている人たちはそういう発想を持って仕事してますね。そそれれはは間違いないいなと思いますよただまあそれは彼らの マスコミ報道による洗脳っていうのはもう限界に来てましてねこのネットによる情報があの若い人がみんな見ていてむしろそのテレビや新聞をほとんど見ない人ばっかりになってますから今私の周りの若い人みんな YouTube しか見ないですもんね <laughs> 本当にこれあのだからマスコミ報道に携わった人たちがどこまで危機が持ってるか分かりませんけど年寄りしか見てないって恐ろしい状況なんで逆に言うと。 あのこれが時代が進んでいくと本当にますますマスコミ報道の影響力は弱体化していくとネットの情報は玉石混交ですからねくだらない情報もたくさんあるんでその中から真実は何かと見極めていく必要はもちろんあるわけですけどこれ言ったらですねでもあのマスコミ報道も「報道しない自由」なんて寝ぼけたこと言ってまして重要な情報でも報道しない自由があると言ってこれを消してますからね。